ブルムベア、ブルムベア、正式番号 SDKFZ166 は、砲合戦車の車台をベースに開発、製造された、第二次世界大戦のドイツの不評の支援を目的とした自走法ある。ブルムベア、気難しや、不平不満を言う人の意のニックネームは、正式名称ではなく、ドイツ軍が命名したものでもないが、一般的にこの名称で知られている。 名称についての不死参照。ブルムベアは、砲向戦車をもとに開発され、不評部隊に随伴し、特に市街地における、大口径不評法での直接火力支援を、目的として設計された。ドイツ軍にはこれ以前にも、同様の任務に、愛号戦車や通号戦車、38戦車の車台に15センチメートル、不評法、チグ33を搭載した、各種自走法。 ゴ語自走重不評法、通語自走重不評法、グリーレを投入したが、これらの車両は、薄い装甲しか持たず、防御力に乏しかった。さらに、内部容積の不足による、作業のしにくさ、エンジン出力の余裕の無差から来る、アンダーパワー問題となった。また、スリー号突撃砲の装備する 75mm 砲では、この任務に対して、火力不足であり、不向きだった。 そこで1941年12月から1942年1月にかけて3号戦車のシャーシに重装甲の完全密閉型戦闘室構築し 15cm 不標砲シグ33を搭載した33バイト型3号突撃不標砲が12両生産された1942年9月の総統会議においてこの車両は 紫外線において建築物を数発で破壊できる火力が求められた。1942年10月13日までには、総計24両が完成した。33バイト型を担当したアルケット社は、次に、砲合戦車をベースにしたより、本格的な同種の車両を開発し、結果出来上がったのが、ブルームベアである。1942年10月アルケット社は、 不評支援車両の設計図をヒトラーに提示し、ヒトラーはこれを速やかに40両から60両生産するよう指示した。1943年2月、ヒトラーは模型写真を提示され、この車両をツタデレ作戦に投入できるよう5月12日までに40両製造するよう指示した。さらにヒトラーは20両を追加生産するよう要望した。戦後の研究では、 初期型として分類されるこれら第一次生産分の車両は4から5月中に1個、大体45両の定数を揃え、ツイタデレ作戦へ投入された。ツイタデレ作戦後の1943年12月からは、後に中期型と呼ばれる改良型、第二、三次生産型が生産に入った。このロットでは、厚さメートルの車体前方下部装甲を持つ、方号戦車、 H 型シャーシ使われるようになり、さらに1944年3月から6月の生産者、第三次生産型では若干仕様が変更され、D ーガー I 重戦車同様の操縦仕様直視クラッペ、バイザーブロックが廃止され、ペリスコープで前方を見るように変更された。また、手法として方針に一部変更が加えられ、長く、軽量となったバージョンのスト43。 1L12 が搭載された。なお、修理のため構想された初期型及び中期型全域、生産者、第2次生産型でも、この方に変更された車両がある。上部構造を一新した、後期型、第4次生産型は1944年6月から、生産が開始され、車体は、方向戦車、J 型用車足に変更された。車体全面走行は、 車体幅いっぱいに広がった一枚板となり、生産性が高められ、左上には張り出し部が設けられて、MG34 機関銃を搭載するための、ボールマウント式銃貨が取り付けられた。この後期型はシリーズ中最も生産数が多い。ブルムベアは、デュースブルクのドイチアイゼンベルケにて、総合的な組み立てが行われた。1943年4から5月に60両。 生産された後、1943年12月から1945年3月までに246両、計306両が生産された。最初の生産分は既存の縫合戦車、e 及び F 型から改装された8両、縫合戦車、G 型シャーシュ仕様で新造された52両で、それ以降は H 型、または J 型のシャーシを使用して生産され、 ドイツの敗戦まで生産が続けられた。なお、ブルームベアは生産時期の違いと仕様変更から、初期、中期、後期の区別がなされるが、これは、後世の研究家によるもので、運用したドイツ軍は、このような区別を規定していない。公式の区分では、第次生産型もしくは、194年、月期生産者とされたのみである。本社は、 方合戦車の車体を利用した突撃砲である。トランスミッション、エンジン、補え機類、走行装置などは、方合戦車と同じ部品を使用した。ただし、砲塔の撤去に伴い、砲塔旋回用の発電機、発電用エンジン、専用排気マフラーが撤去された。砲塔を持たず、砲自体は限定的ながら左右に施行させることはできたものの、 微調整を超えた範囲の照準のためには車体ごと左右に旋回させる必要があるため、戦車に比べトランスミッションに負担がかかり、故障しやすかった。また、ブルームベアは、方向戦車に比べ砲の搭載位置と分厚く広い、全面走行のため、ノーズヘビー、前方に重心がよる、君だった。このために、前方ボギーの天輪外周のゴムの摩耗が激しく、前列のボギーの天輪一組、 または二組、さらには全てを構成。外側ではなく、ゴムの干渉剤が中に入っているに変更し、摩耗を抑えている。基本的なレイアウトとしては、車体の流用元である、方向戦車と同様であり、車体後方の機関室に、マイバーハイ 1L120TRM1、ガソリンエンジンを配置し、駆動軸を介して、車体全部の変速機、走行変速機へと動力を伝達した。 伝達された動力は、周限速器を平的動輪を動かし、離体を駆動させる。走行装置は当時としては旧式のリーフスプリングサスペンションであり、これは板バネを複数枚積層して束ね、天輪の干渉装置に接続し、地面からの衝撃を緩和するものである。第二次世界大戦当時のドイツ軍重戦車、また、現用の主力戦車が装備する。 トーションバー方式に比べて、干渉能力と地形追従性能、ストローク調に劣るが、保守的な設計から耐久性と生産性、整備性に優れ、また床下のスペースを消費する必要がなかった。戦闘室は溶接で組まれているが、天井のみは整備の際に取り外す必要があるため、ボルト止めが用いられている。初期型の天井のハッチ類は3箇所であり、 中央部の右寄りに大型の装填主要ハッチが設けられている。左寄り後方には社長用の円形ハッチ、左寄り前方には放手用のハッチが設けられた。このハッチにはさらに標準技用の小型ハッチが付けられている。装填主要ハッチの前半分は垂直に近い、やや後方に傾いている状態で固定することができ、この状態で基銃棒立てとして使用するための銃眼が、 設けられていた。中期型では、報酬用ハッチは廃止され、スライド式カバーのついた、照準器口に変更されている。後期型では大きくハッチのレイアウトが変更され、社長用にはハッチではなく新たに、スリーゴー突撃砲と同型のキューポラが装備された。装填手用ハッチは廃止され、小型のハッチが横に2つ並んだものに変更されている。 ブルームベアはいかにも急増品といった感じの33バイト型に比べより厚い装甲を持っていた。車体の防御力は基本となった戦車型よりも強化された。装甲装置の取り付けられる側面下部は2 0ト、mm、ル厚の基本装甲に2 0ト、mm、ルの増加装甲を張っている。機関室後面は2 0ト、mm、ル厚。 機関室の天井及び車体底板は 10mm 厚の装甲を用いた。初期型と中期型の車体外形には大きな変更が加えられている。まず、トランスミッションを収容している車体前面の下部装甲が 50mm の基本装甲に 50mm の増加装甲をボルト、止めして強化された。この部分の装甲の傾斜は15度であり、 左軽視は不良であるものの走行圧は1 0 0、mm、トルとベースの戦車が頼り2 0ト、mm、ル厚くなっている。さらにこの上に予備機体が装着された。ブルームベアの初期型、中期型の戦闘室は40度傾斜した1 0 0トル圧の全面走行と25度傾斜した6 0ト、mm、ル圧の全部側面走行、18度傾斜した5 0ト、mm、ル圧の 側面走行、そして 30mm 厚の後面走行で囲われ、天井部分は 20mm の走行が用いられた。天井も奥から前へと、やや傾斜しており、角度は84度である。全体として変則的な六角形を構成していた。また初期型の操縦手席前面には、テーガー用のビジョンバイザーが装備された。後にこれは廃止され、80mm 厚の 装甲板で単純な箱型の張り出しを設け、上面にペリスコープを設置した。ブルームベアの後期型は戦闘室を単純な四角形としている。全面層甲板を車体周部まですべて拡張し、内部容積を増加した。戦闘室の天井は水平部分と傾斜部分の2枚構成となった。さらに大きな変更点として、T-R-I と同型のボールマウント式機関銃化を、 上部左側に設けた。走行圧は 80mm である。中器型に引き続き、操縦主席前面は単純な箱型の張り出しであった。車体側面には、シュルゼンステーを装備し、方向戦車と同型の5枚のシュルゼンを装着した。これは、ソ連軍不評の使用した対戦車ライフルに、車体側面下部の 30mm 走行が、撃ち抜かれるのを防ぐための難航性。 増加走行であった。シュルツェンと車体の間には空間が設けられることから、整形作薬団への防御効果も派生した。シュルツェンは、ステーの爪に自重で引っ掛けられているだけであり、障害物への衝突で曲がって、立体や天輪に引っ掛けないように、簡単に脱落するするようになっていた。他、1943年9月から1944年9月までに、 生産された車両には、磁気を使用して吸着させる、対戦車兵器を無効化するために、ツインメリットコーティングが施された。シグ33から発展し同じ弾薬を使う15センチメートル43式突撃榴弾砲を固定戦闘室に搭載した。砲側、球形の棒立てを備えており、厚みは100ミリメートルから145ミ、mm、リメートルである。 方不行ハンドルと方旋回ハンドルにより、左右に20度、不行がマイナス8度からプラス30度まで稼働した。方身長は12口径である。砲尾は水平左線式である。照準には直接式照準の s l f z f 1照準機。間接砲撃には RBLF36 照準機を用いた。また観測用双眼鏡が配備された。砲弾は、 重量 40kg のイガー38フェス流弾、重量 25.25kg のイ、e、ガー 39H1 衛星計測薬弾を搭載した。蛍光数は38発だった。初期、中期型では、車内に副武装として 7.92mm 機関銃 MG34 と MP49mm 短機関銃が搭載されており、 ハッチや戦闘室の左右斜め前方や側面、後面にあるピストルポートから発砲することで敵不評の肉迫攻撃に対し応戦可能であった。弾薬搭載数は機銃弾600発、拳銃弾384発である。後期型では戦闘室前面に前方機銃を備え、戦車と同じボールマウント式銃下に MG342 丁を装備した。 ブルームベアを装備したのは以下の四つの突撃戦車大隊である。初期製造型のいくつかの欠点が解消された後、ブルームベアは優れた火力支援車両であることを証明した。ブルームベア隊はしばしば、火消し部隊として敵の攻撃が最も激しい場面で使用された。本社のブルームベアという通称は戦場で 放棄されて捕獲されたものを調査した連合軍情報部によって命名されたもので、開発したドイツ軍によって命名されたものでも、使用したドイツ軍将兵によって命名されたものでも、ない。ドイツ軍の公式書類には、ブルムベアの名は記載されておらず、この名前はドイツにおいては、戦後に英語の資料や書籍から逆輸入されて定着したものである。実際には、 対戦中のドイツ軍将兵は、本社を、東馬、ドイツ語で、仏塔のいだが、正式名称のシュトルム・パンツァーの略称にかけた、ものでもあるの通称で呼んでいた。なお、ブルムベア、とは、灰色ログ,マグリズリーの意味であると解説されることがあるが、ドイツ語におけるグリズリー、灰色イイマもしくはアメリカヒグマの名称は、デリ、ではない。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。